こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は株式会社アサックスの取締役営業統括部長の池尻修平さんをお招きして対談をお送りします。株式会社アサックスさんはですね、東証一部上場している不動産担保融資の専門のノンバンクさんでして、営業エリアはですね、関東中心ということでして、関東の方はですね、ご存じの方も多いかというふうに思います。まあ、池尻さんもですね、私と同い年の方なんですけども、もう10年以上のお付き合いということでして、若くして取締役になられたということで、役員になった時は当時最年少役員ということですね。やり手の営業マンの方です。そんな池尻さんですね、今回は、ノンバンクってどうなのっていうね、質問をちょっとぶつけたいなというふうに思っています。ノンバンクの方相手にですね、どうなのっていう質問もちょっと失礼かもしれませんけども、今回はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、実際どうなんですか、ノンバンクさん。まずそもそもですね、ノンバンクという言葉自体何なのっていうふうに思う方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、そこら辺からちょっと簡単にご説明をお願いしてもよろしいでしょうか。ノンバンクというのは、銀行以外の金融機関を指してまして、銀行はですね、お客様の預金をお預かりする預金業務というのがあるんですけれども、ノンバンクというのはその預金業務がなくて、融資だけをやっている金融機関という意味になります。なるほど。預金業務があるのは銀行さんで、預金業務がない、貸金業を専門にしているのがノンバンクということなんですね。実際どんな会社がノンバンクさんとしてはあるんですかね。皆さんお使いのクレジットカードをやっているような、クレジット会社さんだったりとか、あとリース会社、消費者金融系の会社、あとベンチャーキャピタルなども、ノンバンクとしては括られています。ベンチャーキャピタルなんかもノンバンクさんの中に入ってくるということですね。具体的にその、何がこう銀行さんとね、ノンバンク、今言ったその預金業務があるないっていうのは言ってましたけども、もうちょっとこう踏み込んだところで言うと何が違うんですか。銀行はですね、お客様の預金を預かるという、そういった性質上ですね、かなり、審査にですね、時間をかけてしっかりといろいろなものをチェックしなければならないというふうになってます。なんでかというとですね、これ審査が適当になってしまうと、もし仮にご融資をしたお金が返ってこないとなってしまうと、皆様預金のお金がですね、返ってこなくなってしまうと、そういったリスクがあるので、そういったところをしっかりチェックしなければいけないよというふうになってます。で、他方ノンバンクはですね、基本的には銀行からお金を借りて、そのお金を、資金需要者様に融資をさせていただいてますので、銀行のようにですね、なかなかうるさい縛りというのがないんですね。なので非常に柔軟に、スピーディーに我々自分たちの裁量で融資の方をさせていただいている、そういったところが一番違いますね。なるほどですね。ノンバンクさんって聞くとですね、多くの方って、やっぱ金利が高いっていう、そういったイメージがね、こう先行するんじゃないかなというふうに思うんですけども、そういった意味ではその金利面だとか、あとは借り入れの条件っていったところで、銀行さんとのこの違いっていうのはどんな感じになるでしょう。金利なんですけれども、やはりですね、銀行はお客様の預金をもとに、別の方にですね、資金需要者さんに融資をしていると、で我々はその銀行からお金を借りて、銀行に金利を払いつつですね、さらに別のお客様、資金需要者様にご融資をしているということになりますので、どうしても比べると銀行の方が金利は安くなりがちです。それはそうですよね、借りてる先ですもんね、銀行さんは ね、そうですね。確かに預金金利なんかも今すごい安くなってますし、0.0001 とか、そうですね、そんな感じですかね。なので、ほぼほぼただに近いお金を調達してそれをご融資しているということで金利は安くなってます。確かにね、でただですね、やはり先ほどもちょっと申しましたけれども、それがゆえにですね、どなたにでも簡単にご融資できるというわけではないんですね。その点ノンバンクの審査は非常にシンプルで、比較的短時間で審査が進むケースが多いです。でなぜかというとですね、ノンバンクというのは融資業務をメインにやってますので、非常にですね、専門性の高いジャンルごとに分かれたですね、ノンバンクというのが存在してます。なるほど。その不動産担保専門だとか、売掛債権担保専門だとか、そういうことですね。そうですね、
ですので例えばクレジットカードを作りたいとなれば、うん、クレジットカードの審査をするのが専門でやっているので、うんはいはいはい、カードがすぐ作れるか分かる。あそかそか、はい、で我々なんかでいうとお申し込みいただいて不動産の、まあ、審査をさせていただくのと、うん、お客様の予診審査というのが非常にスピーディーに対応させていただいていると、うんうんうん、そういったところが大きな違いかなと思います。なるほどですね、はい、また銀行と比較してもですね、うん、融資に対する専門性専門的な知識というのをですね、うん、持っている社員というのは非常に多くいますので、うん、確かに確かに、はい、なのでただ融資を受けるということだけではなく、うん、アサックスの場合ですと不動産を専門にして、うん融資をさせていただいている会社になりますので、はいはいはい、特に例えば不動産について、うんうん、例えば不動産を売買するケースですとか、うん、相続が発生したケースだったりとか、はいはいはいまあ、不動産の税金だったりとか、うんうん、そういったところもですね、まあ、ご相談さいただければ、うん、我々の方でお答えできる範囲で幅広くお答えをさせていただいているというようなことがありますね。確かにその私もこれまでにその不動産のこう課題でちょっとこう問題解決難しいなっていう時に何度かねこう一人さんにご相談させてもらってまあ解決したなんてケースありますけど、確かにそういった分野にはこう深く入りこあの勉強されてというかまあ実務をやられてるから解決策の引き出しっていうのは多いのかもしれませんね。そうですね、うん、確かにそれ感じますね。なるほど、まあ、そういった意味ではそのノンバンクさんの方がまあ金利は若干ねどうしてもこう銀行から見たら高くなってしまう、まあ、それはしょうがないっていうところはあるかもしれませんけども、はいまあ、その一方で、まあ、銀行さんにはちょっとある程度制限がある中ではであっても、まあ、ノンバンクさんだとちょっと自由度がまあ高いというような面がある、はい、そしてまあ知識も結構深く、はい、いろんなこう専門知識を持たれているというイメージなんですかね、はい、そうですね、なるほどね、はいまあ、そういった面があるのはよく分かったんですけども、まあ、どうしてもこの一般的な、ね、イメージですよ、私はよく知っているからそう思わないけども、はい、ノンバンクさんってちょっと怖いなっていうふうに思われる方っていうのはどうしてもある一定いると思うんですよね、はい、それは実際に怖い人がいるのかどうかっていうところは多分気になっていると思うし、あとはもう一個、はい、そのよく漫画とかドラマで、はい厳しい取り立てをしているなんていうシーンがたくさんあるじゃないですか、はいそれ現実的にどうなんですか。一昔前の商工ローンは、はいうん、確かにですねそういったイメージが私もありました、うんうんはいはい、ただですね、まあ、最近コンプライアンス法令遵守だったりとか非常にまあ言われるようになってきましたし、はいはいうん、で我々のノンバンクの業界ですね、うん、今もう銀行の資本が入っている会社だったりとか、うん、あと我々のに上場している会社だったりとか、うんまあ、そういう大きい会社が非常に増えてますので、うんまあ、そういった意味でいうとどの会社もですねコンプライアンスを守ろうと、うん、法令遵守の意識が非常に高まってますので、うんまあ、そういった心配は特にしていただかなくても大丈夫かなと思います。であと返済もですね、うん、例えばちょっと苦しくなってきた場合は、うん今後の返済については比較的相談していただきやすいと思います、うんはい、いろいろ返済プランだったりですね、うん返済額を下げるところのご相談も乗らせていただいてますし、最終的に何か不動産を処分しなきゃいけないとか、うんまあ、そういったところになりましても、うんまあ、我々の方でいろいろアドバイスさせていただくということもございますので、うんはい、でそんなに心配しないでもいいですか。そうですね、はい、大丈夫です。あいた怖いイメージは、まあ、それは昔の話ですよと、はい、そうですね、なるほどですね、はい、いやちょっとそれは安心ですね、はいまあ、多分ねちょっとやっぱイメージ的にそういうのある方多いと思うんで、それが嫌でノンバンクさんから借りるのはちょっとっていう人はたくさんいると思うんで、はいまあ、そこはちょっとね安心できるらしいですね、はい、はい、なるほどですね。でちなみにその、はい、アサックスさんをね利用するシーンっていうのは、はい、どういったお客様がねその活用されるっていうその利用シーンっていうのはどんな感じなんですか。そうですね、うん特にお問い合わせ多いお客様でいうと、はい銀行でですね、うん、いろいろ審査したんですけれども、うん、例えば銀行に口座を持っていなかったとかですね、うん、過去取引が特になかったような方で、うん審査したけども断られてしまった、うん、ただもう急ぎで資金が必要だというようなお客様ですとか、うんあとはですね納税資金ですね、銀行がちょっと融資しづらいような消費税の納税資金だったりとか、あとは会社でいうと直近でちょっと赤字、まあうんコロナの影響で赤字になってしまったとか、うん、今のお借り入れをリスケしているような方とか、うんまあ、そういった方々からお問い合わせいただくケースが多いです、うん、やっぱその銀行からちょっと借りにくいよという状況の会社さんがまあ利用するだとか、あとまあタイミング的に銀行の審査待ってられないみたいなケースがまあ利用する、はいはい、そうですね、はい、非常に多いですね。あ、なるほどですね、はいまあ、そういうお客様がまあ使うのってまあ想像できるんですけども、はいどうやってその御社を知るのかっていうのは、はい、どういうきっかけでこう御社のところにお問い合わせが来るんですか。はいまあ、ホームページから来る方が非常に多いんですけれども、不動産担保ですとかですね、うん不動産スペース融資とか、うんまあ、そういって叩いていただくと、うん弊社アサックスだったりとか、うん、それ以外にも比較サイトだったりとか、うん、そういったものがありますので、うんまあ、そういうのを見てお問い合わせいただきます、うん、で合わせてですね、うんまあ、山手線だったりとかに広告を出してますので、ホームページを見てですね、あ
そういえばあそこで見たことがあるぞというようなところでですね、はいはいはい、ご安心いただいて、うん、お電話をいただくとかメールをいただくというケースが非常に多いですね。社内広告といえば昔ギリーさん出てましたよね。出てました、ね、通勤した時にパッと見たら、はい、浅草さんの広告ができて、はい、池尻さんがすげえ笑顔で乗ってまして出てますかね、思わず写真撮っちゃいましたけどね、はい、そうそう、あれ結構見てると、社員さんが使われてる、はい、モデルに使われてるっていう感じですよね。御社のそうですね、ちょっと前のは、うん、社員が出てますね、うん、最近は今はプロのモデルさんが出てます。最近は違うんだ、はい、なんかあの印象がね強くて、はい、なんかそんなイメージなんですけど。なるほどですね、はい、まあ、ちょっと話がブレるかもしれませんけども、はい、よく私もお客様から相談されるんですけども、まあ、資金繰り厳しい時に限ってこうファックスがね、はい、スーッと出てきて、御社に300万円融資できますみたいな、しかも金利は 1% みたいな、本当かいみたいなのがね、はい、起きたりとかすると、これってどうなのなんてたまに相談されて、うん、まあ、どうなのって、まあ、よくないでしょうって思うんですけどまあよくね、そんな話があるんですけども、はい、まあ、このまあ、いわゆるちゃんとした、まあ、御社みたいにちゃんとしたノンバンクさんと、まあ、そうじゃない、まあ、はい、ノンバンクというか貸金業者さんの、はい、この見極め方法っていうのって、はい、実際どういうふうに見極めるといいですか。はい、まずホームページなどでですね、確認をいただければいいと思うんですけれども、うん、金融機関資本金が実際いくらぐらいあるかというのは非常に大きなポイントでして、うんうん、資本金1000万の会社がですね、1000万のお金をですね金利 1% で貸せるかというとですね、うん、まずありえない話なんですね。確かにね。なので、まあ、見ていただくとですね、まあ、そういったところでですね、あまり美味しすぎる話というのは、まあ、信用しない方がいいだろうと。で、逆に言うと、まあ、資本金が例えば10億円あります、うん、20億円あります、うん、ですとかですね、あと銀行の資本が入ってますとか、うん、あとまあ、ちゃんと上場していますよとか、うん、まあ、そういったところがですね非常にポイントになってきますので、必ずそこをチェックしていただきたいというのが一つと、はいはいはい、あと、貸金業のですね登録番号というのもぜひ見ていただきたいんですけれども、括弧の中にですね、うん、数字が入ってます、うん、で3年に1回貸金業、業法上ですね、うん、免許の更新があります、はい、で例えば過剰貸付をしたりですとか、うん、過剰な取り立てをしたりするとですね、うん、当然免許が取り消されたりとか、はいはいはい、停止になったりするケースがあります。でそうするとですね括弧の中の番号がまた1番に戻ってしまうんですね、うん、でそこがですねちゃんと何回も更新されていると更新番号がどんどん大きくなってきますので、うん、はい、括弧が1番の会社よりも、うん、まあ、5番10番今13番まであって、はいはい、たかと思うんですけども、うん、まあ、そういった会社の方が長く信頼をいただいてやっている会社だというふうに言えると思います、うん、あ、なるほどね。じゃあ括弧10だったら、まあ、かける3年だから30年間、はい、その貸金業者さんとして登録してちゃんと営業してますよっていう、まあ、違反なく営業してますよという、まあ、一つの、うん、はい、まあ、確かにね、その業歴っていうのは一つの、まあ、信用の目安にもなってきますね、はい、そうですね、はい、それこそ御社って創業結構長いですもんね。長いですね。いつでしたっけ？1969年。69年、はい、ということはもう40年以上か。52年ですね。52年ですか、はい、おお、すごい。じゃあ括弧だとしたら20個ぐらいやってますね。10何個、業法ができてからですまだ13 13なのか、はい、そうか、今は御社は括弧13、はい、あ、なるほど、まあ、そういったちょっとね業績の長さも一つポイントだということですね、はい、なるほど、よく分かりました、はい、まあ、非常にこのノンバンクってどうなのって今日お話しさせてもらいましたけども、まあ、ノンバンクさんってどうしてもこうね、イメージがいいか悪いかっていったら どうしてもまあ悪めに触れるっていうのは、まあこれしょうがないのかなと思うし、まあ、ノンバンクさんで働いてる方々もいろいろ話すと、やっぱそこが一番ね、まあ、お客様にこう信用してもらうのが一番大変なところですよっていうお話でしたけども、まあ、私まあ仕事柄、まあ、こういった、まあ、ノンバンクさんとの付き合いで、まあ、たくさんありますし、話す機会もたくさんあるんですけども、まあ、ちゃんとこうしっかりと、ね、信用できるところっていうのはちゃんとやられてますし、まあ、逆にうまく活用することによって、まあ、中小企業さんとしては資金繰りが助かったなというシーンもたくさん出てきますんで、まあ、本当こう、まあ、あまりこう固定観念でね、嫌うんじゃなくて、こう、まあ、状況に応じて利用シーンに応じて活用を考えるってことも全然ありだし、はい、まあ、むしろその方が良かったってこともたくさんあるってことなんで、はい、ぜひですね今回のこの動画見ていただいた方ですね、まあ、ノンバンクさんへのそのなんつうんだろうアレルギーはなくしていただいてですね、まあ、フラットな感じで判断してもらうといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回はですね、株式会社アサックスのですね、取締役の、池尻さんと、ノンバンクってどうなのっていう話を、させてもらいました。池尻さん、今回はありがとうございました。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 